皆さんも金曜、ただくりの一番新しい動画を見ましたね。9月7日に出した動画ですね。なんかスケボーがうるさい中でいろいろ喋ってる動画で、話長いなと思いましたけど、でもなんか、いいですよね。まあ僕はいいことだと思うんですよね。ただ、なんかさ、ビジネスありきでさ、音楽やるなって思うけどね、なんか純粋な気持ちでやって、それがさ、後からお金がついてきたっていうのがいいんじゃない？で、結局 YouTube 以外でもさ、収入が欲しいって言ってさ、音楽も YouTube の中でやるしさ、なんか YouTube の甘い蜜を吸いながらね、YouTube ありきの叩き売りのキャラで音楽やるわけでしょ。まあ別にそれは悪いとは言わないです。たら1000円のサングラス買ったんでしょ。でさ、これを叩き売りのために言うよ。あのサングラスさ、1000円のだとさ、黒だとさ、あれでも真っ暗なんで、これちょっと高いやつだからさ、ちょっとまあ薄い黒がかかるけど、ちゃんとカラーなの。たたくりがさ、1000円のサングラスだからさ、普段サングラスしてんじゃん。あの時真っ黒だよ。視界がさ、ほとんどないようなもんだよ。だからまあ、サングラスはさ、キャラで行くんだったらさ、1万円以上の買えばさ、ちゃんとクリアで見えるからさ、高いの買った方がいいんじゃないの、サングラスにこだわるんだな。あ、でも、俺と被るじゃんね、ちょっとね。まあ別にいいんだけどね。で、なんだろう、やっぱ面白いね、あの人はね。めちゃくちゃ面白いと思うよ。音楽やってたこと忘れてたとか言ってさ。あ、でもね、これね、ただふりのちょっと肩持つわけじゃないけど、その音楽とか、例えば劇団とかやってる人っていうのはね、結構ね、100か0かみたいな感じなんだよね。もう本気でもう、もうすべてをもう、その劇団とか音楽とか舞台、ライブとか、その活動にコミットしてるか、0か100、0で、やる人が多いんだよね。でさ、中途半端な気持ちでやるっていうのが一番ダサいから、中途半端な気持ちだったらゼロと一緒なわけなんですよ。だから、まあ忘れてたっていうのもちょっとわかるんだよね。で、今、100人ね、向かってる感じするよね。100人になってほしいよね、音楽でね。上京したてのあの頃のようにね、って思いますね。あと、魔王さんに対して、うんこって人が、こういうコメントを寄せてます。魔王は良い奴だということが分かる面。それを武器にしたら良い面よ。あと、ラファエル君みたいに楽しんで YouTube をやる面。楽しんでる奴には楽しみたい奴が寄ってくる面。ってなんでこんなさ、アイコンでさ、こんな真面目なアドバイスしてんの。まあ確かにそうだよね。で、魔王さんの方の、見ていきましょうか。YouTube 活動の方を。まあ活動っていうほど、まあしてないんだよね。めっちゃ失礼だけどね。で、なんかよくわかんないね。何がやりたいのかね。車が好きなんだね。一番新しいのが、平社員、低収入、貧困、新婚、休日ルーティン Vlog ってことで、2分50秒の動画上げてますね。やっぱね、顔出した方がいいと思うんだよね。どうせなら。うん。顔出してないし、中途半端だよね。で、12人しか登録者数がいないし、まあ、5、6上げてんだけどね。で、低評価、高評価66で、で、唯一コメントしてるのが稲松由美子。私はトランプ当たりました。稲松しかコメントしてないんだよね。で、他の動画もね、稲松しかコメントしてないんだよね。稲松がね、張り付いちゃってんだよね。だからその時点でも出鼻くじかれてるよね。いきなりさ、なんか、ドラクエで言うさ、なんか呪いのなんかね、鎧とか、いきなり装備してさ、街に出るみたいな感じだよね。って思うんですよね。あと、言いたいことはなんかあったんだよね。あ、そうそう。ジェノサイドが、稲松のことを裏切ったじゃん。まあ、結果的にね、まあ、裏切ったでいいと思うの。で、タノンちゃんもね、最終的にはね、裏切ると思うよ。ジェノサイドと同じ顛末になると思うよ。なぜならば、俺がタノンちゃんから裏切られたんだよね。まあ、何回も言ってるけど、まあ、俺と稲松の、まあ、争いを彼が間に入って、もう、こういうルールを作って、もうまとめよう、約束事を決めてまとめようってね、決めたわけよ。で、稲松のがすぐ破ったの。で、その約束ルールを破った方は、ただふりからもう離れる。ただふりのコミュニティから出てくるっていう、ね、決めたわけよ。で、稲松破りました。で、頼んじゃ何もしません。する黙認なんかなかったことにしたわけ。で、俺は彼から裏切られたわけよね。俺が勝ったじゃんって、向こうにルール、まあ、破って出てきて、でも、なんもさ、おとがめなしなんだよね。おかしいでしょ、それ。だから、で、何言いたいかっていうと、まあ、その時の、まあ、ルールの取り決めした時は、俺とタノンちゃんの中では、まあ、信頼関係が、まあ、あったわけよね。で、その中で、やっぱり向こうがさ、その舐めたことしてきたわけよ。ってことは、タノンちゃんは、信頼関係を築いた相手に、そういうさ、
不義理とか不誠実とか裏切り行為をする人なんだよね、結果としてね。で、俺にしたんだから俺じゃない人にもするわけよ。で、稲松にはあの絶対しないよっていう保証はないわけじゃん。ね、いくらあの完結が濃いとはいえ、そういうことをする人っていうのはするんだよね、そのタイミングが来ればね。だからゆくゆくはそのジェノサイド稲松の関係性、ね、あの修復あの最後、ね、壊れちゃったじゃんと一緒で、その今はまあこうだけど紡いでる絆みたいなものが、まあ、時間とタイミングで何らかの形でパンクして、うん、稲松にしてみたらジェノサイドにも裏切られちゃいました。タウンチャーあんだけ信用してね、会ったり対面したのに裏切られちゃいましたっていう顛末になる可能性は非常に高いと僕は思っております。それでタウンチャーの方のあの親の日常パチンコっていう動画を見たんですよね。で、別に彼のことを、まあ、嫌いとかそういう感情抜きにフラットで、まあ、見た、まあ、感想とか言いたいと思うんですけど、あのオープニングとかかっこよくてうまいよね、彼は。そのスキル高いよね。ほとんどさ、あのプロモーションビデオみたいになってんじゃん、オープニングが。でさ、本編の方がさ、たださ、あの、まあ、ちょっとカルト的な感じするけどね、なんかアングラっぽい感じもするけど、でもそれはそれでなんか今の時代ありかなって思うわけよ。で、本編の方がただパチンコやっただけっていうさ。で、俺思うんだけどさ、まあ、頼んちゃんもさ、稲松もさ、ねえ、カツカツの生活してるわけでしょ。その、まあ、言っちゃ失礼だけど、普通の人の平均以下のね、の貯金とか収入とかで生活してるのに、なんでパチンコするのって思うけどね。パチストロか、まあ、どっちでもいいんだけどさ、稲松もさ、生活保護申請して通りませんでしたって、翌月とかになんかパチストロとかやってたわけよ。ツイッターで見たんだけどね。でさ、あの、パチンコパチストロなんていうのはさ、本当に一握りのプロのね、やつ、だから素人でもプロに近いやつとかが、あの、勝てるだけでさ、8割方みんなね、負けてるから、パチンコのお店って成り立ってるわけじゃん。で、タロンチャーとか、ね、稲松とか、対してね、そのパチンコ、パチスローにコミットしないと思うの。本当にプロの人たちみたいに、研究分析とかして、勝てるようになろうとか思ってないと思うの。ただ、ね、気休めとか暇つぶしでやってると思うの。負けに決まってんじゃん、絶対通算でマイナスだと思うの、タロンちゃんも稲松も。で、なんでそれなのにこういうところにお金使うのかなって思うんだよね。もうわからない、俺は。それがなんでなんだろうね。まだやるんだったらさ、麻雀の方がいいんじゃない。麻雀になったらさ、4人でね、仲間内でやってさ、その中でお金回すからさ、いらんところにお金がいかないわけじゃんって思うんだよね。でさ、あの、まあ、彼のこの、まあ、繰り返しになるけど、この、まあ、毎回ね、見るわけよ、その、まあ、ざっくりは見るわけで、オープニングのさ、ほんとプロモみたいでさ、今プロモって言わないのか、 MV っていうのか、まあ、どっちでもいいんだけど、ね、すごいよね。で、俺思ったのは、ただふりがさ、あの、今回、まあ、ガチでね、ネットミュージシャンとして活動するって言って、プロモも作るって言ったじゃん。でさ、まあ、タウンチャとただふりのさ、そのネットのこういう動画編集とかね、作るスキルっていうのはほぼほぼイコールか、ただふりの方が上かって思うから、だからただふりもさ、かっこいいの作れるよね。多分たのんちゃんのある技術っていうのはただふりも携えてると思うから。でさ、たのんちゃんそのオープニングだけよくて中身がないんだよね。だからあれだよね、なんかピーク過ぎた蝶野みたいだよね。入場の時だけさ、めちゃくちゃかっこよくてさ、盛り上がるんだけどさ、もう試合はさ、全然さ、体動けなくてさ、もうしょっぱいわけ。そんな感じだよね、たのんちゃんのさ。入場が一番盛り上がるみたいなね、試合はグダグダみたいな。もうわかんないね、この人たちのね、なんか。もうわからんよ、俺は。あとまあ、2ちゃん見ると、仮面ライダーパンティーがなんか俺の裏からみたいなこと言ってんだけど、いや、違います。あの人はなんか変わった変な人ですよ。で、稲松マジで YouTube の限界来てねえか、無理やりライブとかやったけどすげえやる気ない感じだったし、腐った魚の目だったな、ネタもないだろうし、アンチばっかだし、ライブは親父のたまり場だし、登録者も増えない、もう最悪じゃん、ダメだな、もうガソリン切れかよ。モッサンの確信に触れてるラファエルさん、すごい小気味よくて共感できたわ。メッキが剥がれたって表現がしっくりくる。冒頭のチャンネル登録者お願いします、に始まり、ただふりの真似して、盛大にこけて、さらにはただふり応援動画が叩かれたらすぐ消すというクソブームまでかましてる最悪な40代だと思うわ。
ただ振りも稲松もひでえなって笑えるけど、もうさんは笑えないわ、嫌悪感しかないね。行動したところで、声の餌やり問題行動ばかり、動画の質とともに通行低評価ばかり、これ稲松のことね。で、確かにここら辺はね、理があるね。なんか俺と同じなんか思想だよね。まあ俺のことをよく言ってくれた人はなんか嬉しいね。なんかこれ豆ですさ思い出してよ、これなんか読んで。全然最近かかってないけどね。あとメンバーも変わったよね。ただ振り名前し見てさ、もういないよね、みんなね。うん、いないよね。稲松ぐらいだよね、昔からいる人は。ここ突っ込もうか。やっぱあれだよね、モッサンってこういうふうに思われてんだよね。まあね、最悪な40代とかクソムーブまでかましてるとまだ言わないけど、なんか筋が悪いよねって思うよね。もっと一本気な男でいてくださいよって思うよね。なんか不動産屋さんとかってさ、なんかただでさえうさんくさいんだからさ、ね、もっと誠実な、ね、アプローチしてほしいよねって思うんだよね。で、稲松は最初ただ振り界隈で変わり者で注目されて、 YouTube 始めた後も誰かとの喧嘩が面白くて視聴していた感じ。それ以外全く興味がない。だからもともと YouTuber として面白くもないし素質もない。喧嘩を見せてくれない今となっていないと同じ。役目は終了。あまりにも容姿がひどく怖いもの見たさで視聴するやつがたまにいるだけ。いや結構数字は言ってるんだよね。そうだな、トラブルが面白くて見ていただけだからな。それがなくなった稲松はつまらないおばさんでしかない、某 YouTuber もそうだけど、おばさんの普通の話を聞いても面白くもなんともないからな。だからさ、要はあれなんだよね、女がさ、あの人をさ扱うっていうのは無理があるんだよね。女がね、誰々がどうだこうだってさ、まあ、モノモースじゃないにしてもさ、人を取り上げるじゃん。だってさ、それっていうのは結局自分が好意がある人はとことん肯定するし、自分がね、好意がない嫌悪してる人はとことん否定するだけじゃん。そんだけの話だからさ、まあ、私利私欲がね先行しちゃうんだよね。だから面白くないんだよね、フラットじゃないから。だから人を扱う資格ないよって俺は思うんだよね。まあ本当にね、クレバーでなんかさ、洞察力のある女性だったらいいかもしれないけど、そうじゃないじゃんこの人たちは。でまあね、おばさんの普通の話を聞いても面白くない。だから要は私利私欲に走りすぎてさ、見てる人の気持ち考えてないんだよね。だから思いやりがないんだよね。天気がどうのとか、スーパーの買い物を品物を紹介されたりとかして何の参考にもならない。稲松のライブ以外動画の、動画適当感しかない。おばさんはそもそもセンスがないから YouTube は向かないんで。本当だよね。だから結局さ、なんか自分の日常生活のさ、ストレスの鬱憤とかをさ、なんか YouTube 動画でさぶっ放してるよね。それが要は承認欲求だったりさ、なんか聞いてとかさ、ね、自分が好きなものは好き、嫌いなものは嫌いっていうだけでさ、もうなんだろうね、理がないっていうかさ、おつむ点検だよね、それこそね。鳥取おばさんと思われるやつがただ振りのアンチスレで、憎まれ口書き込みしまくり、出てけって言われてる。だから稲松はさ、このサブスレの方で居場所がなくなって、ただ振りのアンチスレの方でなんか活動してるらしいね。で、あれ稲松ちゃうやろ、稲松やったら相当やばいと思うわ。まあ、あとまあ、魔王さんが、その車バカが俺の方にコメントしてるから、こいつ何がしてんだ、学生のバイト並みの給料で車ばかりタダフリにスパチャの意味不明、こいつうぜえ、何なんだろうね。で、魔王さんも稲松化してるから報告祭りだなとかバンしたり。なんでその魔王さんってさ、こんなになんか嫌われて叩かれるんだろうね。俺もそれマジで分かんないんだよね。でも実際まあ彼はあんだけさ、タダフリ界隈で、まあ、結構狙ってんのにさ、あの頼んじゃとさ、ウルルンさんとかと比較してもさ、YouTube の方がさ、調べてるよね。全然さ、登録者もいないしさ、誰もコメントしないじゃん。まあ、彼の発信も良くないんだろうけどさ、まあ、良くないよね。つまんないよね、ちょっとね。だから、なんか、もっと思考会でさ、なんか、やっていけばいいじゃん。いろいろ試してさ、別に動画上げる分には金かかんないんだからさ、って思いますね。で、今回この話終わっちゃいますね。まあ、いや、どうも、ありがとうございました。ちょっと付け出しますが、モッサンの方の動画が更新されてますね。チャンネル名を変更しましたって、なんかモッサンのチャレンジライフ、モッサンの日常みたいな、ね、するみたいですね。まあ、その動画、まあ、最初から最後まで見ました。7分55秒ですね。はっきり言ってね、余計な情報とか余計な話が、あのなんか織り込みすぎなんだよね。それがやっぱり良くないと思うんだよね。だからこれ7分55なんだけど、
3分55でまとめられることを7分55使っちゃってるんだよね。だからなんだろうね、だから島田紳助とかさすごいじゃん、さんまとかさ、普通の人がさ、まあ、5分かかる説明とかをさ1分とかね2分でできると思うの、そこをちょっと意識して頑張ってほしいなと思うんだよね。でも、でなんなの、うん分かったよそれはってとしか思えないんだよね、話聞いててね。うん、だから運転費が増えちゃうんだよね。しなんか、うん、その話いるのとか思っちゃうんだよね。でそしたら稲松さんがコメントしてましたね。応援してます、ファイト、ただ振りもいろいろとチャレンジ中ですから、相乗効果でチャレンジ精神が私も湧いてきますって。ここでさ、ただ振りっていうワード出す、このデリカシーのなさ、なんなのこれ。そしたらモッサンは一言、ありがとうございますで、まあ今は18高評価で低評価で20なんだよね。でもね、まあネガティブなこと言っちゃいましたけど、モッサンの表情とかこのなんか事務所の感じとかはなんか明るくてポジティブで前向きなものを感じました。だから頑張ってほしいなと思いますね。僕の言ってることは結構正しいからね、ちゃんとモッサンも聞いてほしいなと思うんだよね。でもお互い頑張っていきましょう。ではどうもありがとうございました。